ついてる朝ごはんプラス99元足したら食べる朝ごはんなんですけど、週毎日違うメニューで今日はチーズトーストでした。これで99元ちょっと高いかもしれない。はい、時刻は間もなく10時になります。12時ここチェックアウトなんですけど、次のホステルが4時からしかチェックインできないので、一旦荷物をここに置いて出発したいと思います。レッツゴー。市場を通りかかりました。あんまりもう10時だからかな、そんなに人がいない。朝一にしてはまあコロナも流行ってるからする。ここ空が見えてすごい今日天気がいいから気持ちいいです。バスに乗っています。 EV 車なので音がすごい静かです。今から1時間ぐらいかけて、移動をして次の目的地に向かってます。ハイチン533っていう学校の駅で降りて、路地を入ってこんなところを歩いています。お、鳥がいっぱいいる。なんかここからまっすぐ行くと戸籍、東門の戸籍が、東門がこっち側にあって、で東門を見ながら行くともう一個美術館というか施設があるので、それに向かってます。あっとんかなこの道、誰もいない。あ、人が一人いた、犬がいた、鳥もいた。でもこの今私が歩いてる道には誰もいない。はい、そんなところを歩いてます。ここ一応増員中はあそこです。新幹線とか電車の乗る降りするところ、新幹線の増員山の近くです。あの蓮風丹、虎となんだっけ、竜と虎だ、竜と虎のあの塔があるところの近くです。まあ、知らないよね。誰もこのとこ歩いてます。見えてきた、見えてきた。これ。ここです、ここ。あよ。じゃーん。東門ってあそこ書いてあります。どんぶん。すごーい。これ、今修復してんのかな。赵成比ちゃんか。赵成ちゃん。春里ブータ。ここ、昔の城、お城の跡、お城の壁沿いの散歩道らしい。すごい、今整備されてんだな。この先、立ち入り禁止になってる。紹介の文章がありました。あの、さっきのお城は、秦時代、秦の時代の本山県のお城の跡。なんで、日本よりももっともっと、日本時代よりもっと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 前に、この本山県、全体は本山県、秦政府っていうのが、秦朝廷が建てたお城。で、その後、軍事施設として改修されて、日本時代ですね。軍事施設になったのは日本時代。日治時代。日治時期造成化为军区って書いてあるんで、日本時代に軍事施設に改修されて、で、そのまま、そこにもともと住んでた、お城の中に住んでた人たちは追い出されて、で、軍の村とかが、軍人が住む村になったみたいです。面白いね。14の村と3つの
軍施設がこの周辺にはあるらしく、ここは海岸山村、海光る三つの村、海岸山村っていう名前の村だったそうです。こっち側が多分外なので、こっち側は何かあったのかな。面白いね。まあ確かにあのゴーマンのすぐ近くにある円形の、さっき言った円形のフォトスポットのところ、あそこももともとは海軍の社宅なので、社宅か、うん、でそれの後ではあるので、この地区は軍人がたくさん住んでる地区です。住んでいた？今は多分その子孫は住んでるかも、という地区になります。面白いね。で今から行くのがここの民城館、チェンチェンクワンっていう施設、展示施設になります。何にもない。そして草刈りしてるから、白鷺がいっぱい虫を狙いやって、面白い。草刈りのおじさんはずっと追っかけてた鳥が。北三河に続く道パート2です。なんかね、壁にイラストがあるんですけど、なんか、誰これ。ライブしたのかな。北三河に続く道。こっちは北三河の様子。あとここが軍人の村文化の紹介、こんなんだったよーっていうのがパネルというかガラスに貼り付けてあります。イラストが保存尊心活動中心センターみたいなね、活動センターみたいな、医療所とかこんな感じだったらか。で、秦の時代。なぜか、石器時代。大学生も。こんなとこです。こちらが北三河です。何があるのかわかんないけど、行ってみたいと思います。あ、なんか後ろの方にも、なんかあるぞ。VR に。設備を貸してくれました。すごい。行きます。わあ、わーすごい、こんな建物だったんだ。西門、またすごいもの見つけた。この扉を下に、よっ動かすと、すごい。あ、すごい。一気みたいなのが起こったのね。船が攻めてきて。本山のところにあるお寺で何か起こったんだ。ここまで。すっごい。あそこにさ、古い写真が貼ってあって、昔の当時の様子が見れるし、ここは VR だよ。すごいな。マジこの施設みんなに見てほしい。もう日本語の解説がないからちょっとあれだけど、本当にすごい。但朝廷为了可随时攻占，决定不盖城墙。凤山县的官员们担心没有城墙的保护，因此都只想住在比较安全的。チケットは49件で、あとね、こんな、わかる？わかる？今、かわいいメダルももらいました。すごくよかった。すごくよかった。中は VR でいろいろ表現されていて、ここの歴史とか、この
お、お城があったんですけど、お城というか城壁があったんですけど、その城壁の歴史とかが知れてすごく面白かった。あとじゃん、お正月なんで先着100名様にもらえる一元硬貨もらいました。またね、ここ人が全然いないんで穴場ですね今。これから人気になるといいなと思います。それとお土産ショップで、かわいいでしょこれね、鏡なんかちょっと貢献したいなと思って買いました。キーホルダーすごいおすすめです。ちょっとでもね、日本語がないから、あの一応あのガイドブックは日本語あるんですけど、展示してあるものとか文章は日本語がないので、解説読むのはちょっと難しいかもしれないけど、すごく良かったです。さっきの見る白館、前線館から、館から歩いてすぐの連宮館行きます。で、少しだけ2日来た、ちょっとだけ山登りして、あの撮影スポットがありそうなので今登ってます。ただもう3日間結構歩いてるから、めっちゃ足痛い。頑張る、でも頑張る、なぜならあの光景が見たいからっていうことで、全然人いない人いないけど、よいしょ、写真のためだ。人いない方がね、まだあのなんだっけ、ウイルスが見にくいからですけど、ここか、ここだ。すごーい、すごいよ、登ってきました。すごい、ちょっと木が生い茂ってるけど、眺めはすごいです。ではどうぞ。シャララララララ、あそこに連風丹が、連風丹とあの竜と虎の塔が見えます。ちょっともうちょっと木を整備してほしいけど、まあでも眺めはめっちゃいいっす。いいっす、いいっす、言うたら。なんかね、写真ではね、こんな風にって書いてあるけど、これだいぶ空撮してるよね。今ここね、今分かってる今これ、あの木がもうちょっと綺麗になったら見えるんだけどな。まあでも気持ちいいです。そんななんかだって登ったのも3分ぐらいなんで、すぐ来れます。子供でも全然来れます。気持ちいいです。ここと論夫田の目の前にあるお寺に来ました。このお寺はウーさんのお寺ですね、確か。病気とか、お寺さんじゃなかったかな、ウーさんって。このね、風が吹くとこれがなびいてすごい気持ちいいんですよ。ほら、ハタハタハタっと。なんか風が吹いたら歓迎されてる気がする。それでは皆さん、お待たせしました。カカオのメインスポット、今見ても過言ではないところをご紹介します。どうぞ。これに触ってね。これのお金貯まりますようにってして、行きます。私触ったから他の人が触った。この下にあるのは四文字熟語のお話が書かれてます。すごい人は多いからちょっとあれですけど、こんな感じ。じゃあ違うに行くと、これ蓮が広がってます。あそこ咲いてる。蓮の花が咲いてる。蓮の花があるから蓮の池っていうんですよ。蓮通。じゃあ、でこのギザギザなのはこれにも意味があって、こうジグザグに行かないと塔までたどり着けないんですけど、これのおかげで魔除けの役がされてるらしいです。
今日は正月なのでこっち側に市場がいっぱいずらーっと並んでますいつも登るから今日は登りません写真だけ撮ります。はい、正月の市場ちょっとだけぶつうろします。なんか美味しそうなものあるかな。シールやっぱあ、いちご、やっぱりいちごがいっぱい特典とかバッバッキリとか、お餅とか、おもちゃとかすごい賑わってる。唐揚げ屋さん、わお、すごいな。ジャオピン、胡椒餅、イカの唐揚げとか、ココナッツミルクだ、美味しそう。やっぱ俺よ。こんな感じです。もう一個隣にある。お寺に来ました。このお寺は階段が高いので結構見晴らしがいいです。入り口のところがお祭りで屋台が出まくってです。入り口入りにくいし、取りにくい、外観取りにくいけど。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。階段を登ると。よいしょ、よいしょ、よいしょ。登った。こんな感じで。じゃん、はあ、気持ちいい。4番です。中豆腐と炒めビーフを待っています。もうすぐ来ます。じゃん、お昼ご飯です。シュー豆腐と炒めビーフン、トータル100元でした。さっき食べた臭豆腐あんまり美味しくなかった臭豆腐と知ってればまあ普通って感じ。あとね、ビーフンが真鍮ビーフンみたいなコリコリのやつなかったんですけど、このやつはあのプーリーのビーフみたいなちょっと柔らかかった。このビーフに似てた。あった、いちご飴。いちご飴見つけた。いちご飴買います。買いました。いちご飴、いちご飴40元でした。すごい素敵な道を見つけました。お寺の近くだから提灯がいっぱい並んでるし、建物は古いし、素敵すぎるニヤニヤして素敵すぎる。亀がいた仏教に近いかも。これお米なんですけど、これ置いてある人たち檀家さんじゃないかなと思います。通りかかったお寺です。すごい広い大きなお寺。面白い。トイレがあります。ちょっと上もあるよって言われたから、そう、そこまで言われたら行ってみようかなと。誰もいないぜ貸し切りだぜ。仏さんの、すごい、広
はよ山脈。まだ上もある。面白いね。もう一つ上にも上がってみます。よいしょ、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 よいしょ。高い。一番高いところに来ました。あいよ。あいよ。反感ね。反感を。見渡せるぜ。こっちも神様がいらっしゃいます。わあ、国旗が、台湾の旗が揺れております。気持ちがいいですね。じゃーん、休憩パート2。ここのパパイヤミルクとか、まあ何でもいいんですけど飲みに来ました。むっちゃレトロ、嬉しい。もう来るの大変ですけど、来たい方頑張ってきてください。まあそのうちブログに書きます。かわいい、このレトロな瓶、ずっと使い続けられてる感じがすごいしますね。風が強い中、こっち歩いてます。さっきの15分、歩いております。足がだいぶ痛いですが、もう少しで着きそうです。人っ子一人あんまりいません。でも5時から行きましょう。ちょっと私裏から来たんですけど、人に聞いたらこの十字路を右に曲がったところをぐるーっと一周回ってきたから、あっちから来た方が、駅の方から来た方がいいですね。まあでも誰もいないし、風気持ちいいし、ここね、ここ見たらすぐわかるよってこの曲がったら言われた。で、国旗が、台湾の旗が、すごく、っぽい。ここもともと軍人たちの村なんです。あったー！民族新村の、ここが、今から行くバイバイ寮文化施設は、この、民族新村、民族新村の一つの、村の一つをなんかちょっとクリエイティブな感じで描いたりとか保存したりとかしているところです。入ってきました。昔の村みたいです。こんな感じでね、この中は建物4つで構成されていて、あそこなんか林先生の種みたいなやつがこんな感じの地図になってます。一個ずつ見ていこうと思います。ついてみよう。で、あと、スリッパをタダで借りれました。中は滑って、靴脱がなきゃいけないらしいので、まあ、さっき足がちょっと痛かったから、すごい、ちょうどいい。展示になってんだ、中。当時の、この村の方たちの生活の様子が、写真と資料と映像と音を紹介してあります。すごいね、こんなバーとかも村の中にあったみたい。面白い。ちなみに中は撮影 OK。 映画館のチケット、結構アメリカ軍との間にも関係があったみたい。本日の映画は名画です。行ってきました。
なんかね、建物の下に2つ、3つの建物があって、その3つの建物の中に、当時この辺の人たちの話とか、時代背景とか、まあ、軍人に関することですね、が紹介してある歴史施設でした。で、一つはお土産屋さん。うん、今からもうちょっと発展していきそうな感じです。まだ敷地が小さいので人気になれば。ただね、こう、だいぶ来るのが大変。バスとかこの中にはないと思う。あるのが裏の方に結構あるのかもしれないけど。なので、来るのが大変です。で、帰るのも大変です、多分。歩きます。30分くらい多分歩きます。最寄りの駅まで。頑張ります。この道をさっきからずーっとまーすひたすら歩いてるんですけど、この左側、この家むっちゃ日本っぽくない？もともと日本人が建てた家をそのまま軍が使用してるっていうところもあったりするけど、ここすごい日本っぽいなと思いました。そして、全部廃墟だよ。この先から向こう全部廃墟だよ。ちょっと、あ、ここでわかるかな。どんぐらい奥行きあるのかが。まずさ、利用価値ありすぎじゃない？この奥まで全部廃墟だよ。この一帯。楽しみ、これからの高尾の発展が。土地がいっぱいある。まあ、軍の施設だけどね。軍関係のなんか、するとか、政府関係のなんかするとか、活用方法になるだろうけど、もったいない。あ、もう、なんかワクワクするね、これからの、どうなるのかが。めっちゃいるいる。ここは、スーウェン。スーウェンの日本語なんだ？世界運動センター的な？的なとこです。でかい。でかいでかい。で、目の前が国の訓練センター。訓練運動センターみたいな。めっちゃでかーい。もうここはやるとしたら、ほんとオリンピック競技みたいな大きいのとか、ラグビーとかね。あとは、サッカーとかもあるのかな。サッカー、野球。あそこの下が多分、なってるから。そんなのをするとこです。ただ通りかかっただけで、ここに目的地じゃないですけど。ここ来る人あんまりないんちゃう？スポーツ観戦しに来る人は。ライブは、あるのかな？わかんないや。です。名前が考えてみた。高雄国家体育場。高雄国家体育場。です。ちなみにね、ここ、体育館だけど、こっち行って、JU なんだけど、こっちが昔、去年の今頃かも、に来た、本南新春、もう一個の軍事施設、本津新里、ここにもなんか お家の跡がある。本南新春の村です、ここ。ここも軍人さんたちが昔住んでた村、この草の向こう側。この辺、味濃いね。この壁の向こう側、すっごい歴史がたくさん詰まってます。だからきっとこの道も、すごいたくさんいろんな人の思い出が詰まった道なんじゃないかと、勝手に推測しております。歴史に浸っております。だって好きなんだもん、こういうの。ねえ、だってさ、日本時代があったわけでしょ？で、その後、日本が撤退して、国民党がやってきて、いろいろ、国民党政府、蒋介石率いる政党の人たちが軍人ですね。軍人がやってきて、
いろいろこの辺を開拓したわけですよ。もともと日本人として住んでた人たちをどんどん何て言うの、まあ、中華民国が統治をしたので中華民国に染まっていくわけですよ。もちろんそれによるね圧力とか反発もたくさんあっただろうし、逆に何て言うの、苦しいながらも楽しいこととか幸せなこととかあっただろうし、そういうのなんかいいね、そういう歴史知れば知るほどすごくなんか面白いのは面白いんだけど、面白いって一言で語りきれないというか、どんなことがあったんだなっていう、いい言葉が、ちょっと語彙力なさすぎていい言葉が見つかないですけど、そんな塀の道です、ここ。言いたかったな、それ。さて、駅に着きました。今から、一旦前のホステルに乗って、荷物を、今日まで泊まったホステルに行って、荷物を取って、それから次は新しいホステルへ。新しいところはホステルというより一部屋を借りたので中休みっていう感じで泊まります。はい、ね、この駅すごい素敵なんです。それをお知らせしたい。この駅めっちゃ素敵。シャオカン、こちらすごくないですか、すごくないですか。素敵じゃないですか、この駅。うん、素敵。いつも来ても素敵。これ上から写真撮るのすごいいいから写真撮るのね。全部です。めんどくさい。行きます。着きまして。今日から2日間泊まるよ。むっちゃかわいい。ちょっとご紹介しますね。嬉しい、嬉しくて顔がもう。じゃじゃーん。じゃじゃじゃーん。ベッドがまず、そんななんか高いホテルではなくて、ホステルの一つなんで、あれですけど、真ん中に、ドーンと、3連ファンだから2人部屋です、ここ。で、ダブルサイズのベッドがあって、これ、ここにクーラーがありまして、で、このトイレとバスルームね。この床が、めっちゃ可愛いね、床が。めっちゃ可愛くない？で、鏡があって、こんな感じ。で、シャンプーとボディーソープ。かわいい。あ、なるほどね。ここ、こっち側が階段になってます。天窓の階段になってて。大満足なんだけど。ちょっと高かったかな？1000元したかな？ちょっと後で調べます。かわいい。で、1階が共用スペース。そんな部屋です。いいかも。で、案内してくれたラバー。オーナーさん若かった、リーさん。ちょっとだけ日本語ができた。でもまあ、ちょっとだけね、ちょっとだけ。イケメン男子でした。すごい設計、すごいな、すごいおしゃれ。で、真ん中に、建物の中心に、こう、上がもうガラスで、光がこう下にバスを差し込むような階段があって、すごく明るくてデザイン性のいい場所も
延禅府の駅から徒歩5分ぐらいだと思う、多分今もバスで来たんじゃないですけど、で1階が飲み物屋さんでした。で、あの全部カードキーで、で出し、あの入室管理をされていて、テレビもあるし、いいね、ここすごくもう気に入った私場所からしてもすごいいいし、まあそんなすげえ安いわけではないけど、とってもいいと思います。ここゆっくりちょっと2日間だいぶ歩いて、もう今日3日目でクタクタなので、なんか食べて、あとはまあこの辺でちょっとくつろいだり、まあ、夜市もねすぐそこにあったりするので、市場もあるし、全然府の市場も明日行こうかな、はい、と思います。そろそろちょっと小腹が空いたので夕飯に出てきました。なんか温かいもの食べたい、ちょっと寒いです。並んでおります、めちゃめちゃ並んでおります。来たよ。これよく混ぜないと下に、ケイクからしを借りていったおばちゃんが、うまっ。これはなんかソーセージ的なやつ、ね、このね甘辛ソースがめっちゃ甘い、なんかサブ醤油みたいな。あとワンタンスープ頼みました。これで120元です。うまっ。ご飯食べて、ちょっとうろついて甘いもの探したんですけど、なかったので、セブンでココア買ってきて、今日はこれで終わりとします。かわいいね。今、限定のセブンのカップ。ネズミがチーズ食べてる。めっちゃかわいい。あ、春が逆さになってるしさ。服も逆さになってるしさ。こういう限定カップすごいかわいいよね。もうこれでタンブラー欲しい。はい、では。これからお風呂に入っていろいろ今日の片付けとかしたら、ブログと YouTube を作っていきたいと思います。ではではまた、バイバイ、お楽しみに。